せっかくのチャンスだ。本気を出して俺を楽しませてくれ。投稿も一つの選択だよ。俺は敗者に優しいからね。踊りなさい。よくここまで持つな。はっ、無駄だ。無駄だ。天道、ここにあり。うん、盤石。冒険だ冒険。全力攻撃だ。消えろ。ここだ。無能。星とし。風が今年。ふん。
せよう。属性を見下ろせ。ままに雲が借りなく時行こう。なんて言ってないよ。手を見下ろせ。天へと前。姿を見せよ。風を知れ。風の行く先を雲が借りなく時。風よ、これで。風を知れ。それ。
星とし、無事今日の。うまくいくといいわね。召喚に応じ参上する。震えてるじゃない。極寒のせい、それとも恐怖。無駄だ、くだらない。岩山八九くらえ。失礼。天道万象。燃えろ。雪を舞え。みんながそばにいてくれれば。氷の女皇の王には剣女万丈。よし、出発だ。冒険だ、冒険。燃えろ。岩山八九、天理チョーク。くだらない。雪を舞い。くらえ。天道、ここにあり。踊りなさい。痛くてもやめないわよ。全力攻撃だ。踊りなさい。くだらない。邪魔するな。ここだ。救済はいらない。いらない。
私がいなきゃダメだね。てるじゃない、極寒のせい、それとも恐怖。あたしは甘く見ないで、捕まえて。無駄だ、燃えろ。雪を前、みんながそばにいてくれれば。くだらない、わめくがいい。無能、ここだ。おのれ、ここだ。うっ、おーや、よいしょ。すぐ行く。よし、出発だ。燃えろ。無駄だ。星とし、
空をかける白鉄ちびすけよ、電気少子の仇を取らせてもらおう。さあ鬼カブトムシを出すがよい。お前を任した後、このわしが荒滝派を全員一人。うわあ、今回は大人だけど、なんか今までの子供よりずっと興奮してるな。白鉄ジビスケ、相手はお前をご指名だ。気合で負けんじゃねえぞ。赤目に一生連れて盛大に任してやれ。よし、空をかける白鉄ちびすけの2戦目だ。行くぞ。でも相手の鬼カブトムシ随分と大きくないか。なんか怖いな気がするぞ。気にすんな、大きけりゃ逆に重くなる。うちの赤目日射には到底及ばないはずだ。お前たちの弱々しい鬼カブトムシではわしに勝つどころか、それをもらってもカゴの無駄遣いになるだけだろうな。
刀はお茶と同じく丁寧に味わってこそ本来の趣がわかるものです。お前らの親分はどいつだ？前に出てこい！この俺、千日喧嘩第一社は精鋭中の精鋭だ。うわぁ、こいつ好戦的だな。はっ、礼儀のなってないやつだな。しかも、お前の称号にも代が入ってるとは。俺様と張り合うつもり。よし、この俺様が直々に相手してやる。背が高い。しかも鬼族だ。こんな強面のやつが虫相撲みたいな子供の遊びをするなんておかしいぞ。なんだと？まさか虫相撲を見くびってんのか？いい度胸じゃね。虫相撲の生きってもんがわからねえやつは虫相撲をこよなく愛する俺さ。そうだそうだ、このままじゃ済まさないぞ。仕方ない。
虫相撲を見くびるんじゃないぞ、なんちゃらかんちゃらっしゃ。ミラだって今もちゃんと虫相撲の楽しさが分かってるからな。楽しいだけじゃねえ、虫相撲にはみんなが強くなりたいっつう願いが込められてる。そして奮闘する精神もな。これがわからないやつには虫相撲をやる資格なん。大したもんだ。まさか荒滝派これまでの偏見を牛使いやろ、親分のお前の出番だ。前にオイラが言ったことは気にしなくていいからな。とお前が手下でも覚悟しやがれ。間違いない、あまたの試練を乗り越え、お前たちの赤火に一緒も強くなった。少なくともその勢いは電気少子を破った時をはるかに超えてる。ほう、なかなかいい目してんじゃねえか。まあ最大の功労者は指揮を取ったこの俺様だけどね。堂々虫相撲大試合も順調に進んでるな。牛使い野郎と花門玉将、どっちの方が上なんだろうな。早速様子を見に行ってみようぜ。なるほど、そうか、もう一回戦おう。
お前の虫相撲の技を試合の勝敗なめったにお目にかかれない。へっ、だが俺様の腕の方が上だと。うーん、虫使いやろうと。満足。そうかい。虫相撲の戦い方はいつの日かお前は虫。お前も悪くね。俺様と500570。ふんだろ、守る。親分、俺はもうダメだ。うわぁ、まさか今までずっとここで虫相撲をやってたのか。しかも休まずに。よし、俺様が特別に一回もし不服ってんな。望むところだ。あ、ダチコーニ、空飛ぶチビスケ、やっと来てくれ。なんでまた空飛ぶチビスケ。それは一旦置いとけ。ラーメン無料券、ひひ、そう来なくっちゃ。分かってんじゃ。いやいや、今回はあ、だって観客、幸い花形玉将はそのおごりを捨てて、俺様こそが。だが俺たちの戦いはその時はきっと花形。今回はあんがとな。ひひ、牛使い野郎も思う存分楽しめたし、おいら。親分、親分、忍の姉子からの手紙だ、見てくれ。って、あれ、親分はどこ行ったんだ。さっきま、え、なんかあったのか。牛使い野郎ならさっき花か。いや、大したことじゃないんだが、ちょっと予想外のことがあってな。詳しくはこの手紙を読んでみてくれ。え、つまり花角玉将って荒滝派の協力者なのか。けど花角玉将は口の利き方があんなだから、忍の予想通り牛使い野郎は確かに虫相撲に夢中になってるけど、結局オイラたちに荒滝極意堂々虫相撲大試合のことで手を焼く。こうしてみるとラーメンの無料券は忍にあげるべきだな。忍が戻ってきたら一緒に食いに行こうぜ。あれ、待った。そういえばこの無料券がどこのラーメン屋で使えるか、牛使い、まさか自分で探さなきゃいけ。
Thank you.